今日は港に来ました。フルーティー PB70 とチョコットガーデンを使ってブランチをしたいと思います。かっこかわいい。指輪の直しです。GoPro を充電してます。スマートフォンを充電します。しています。家からお湯を持ってきました。時短で溶かします。セブンでポテトサラダと レーズンパンを買ってきました。今日は レーズンパンをゴッドガデンで トーストしたいと思います。はい、お湯が沸騰してきました。大体6分ぐらいで沸きました。今日はレーズンパンをトーストします。きれいな焼き色がつきました。ゴッドガーデンの電源を切ります。はい、表面が焼けました。
オレンジマーマレードを入れます。はい、いただきます。かわいいね。トーストしてカリカリして美味しいです。紅茶もちょうどいい温度になってます。マカロニサラダも食べたいと思います。